はいどうもこんにちはこの動画ではスライドショーの写真をちょっとだけ立体に見せる方法をご紹介します今回のアクションステップはこちら今回はディスプレイスメントマップを使うテクニックですが私もイラストを立体的に見せる時などに使ったりしますので是非ともここで基本的な使い方を学んでみてはいかがでしょうかそれでは早速本編を見ていきましょうアクション まず、今回はコンポジションの名前を 3D フォトという感じでしておいてから動画の尺は5秒くらいで設定しておきます。そしたら早速、ここに立体的にしたい写真を挿入していきましょう。今回はこの髭男尺を使って立体っぽくしていきます。と言ってもやることは非常に簡単です。この写真に合わせて色のついたシェイプを作成していきます。 その際に色が暗いものほど奥で動かず、そして色が明るいものほど手前で動くということを覚えておいてください。ということでまずは背景としてペンツールで適当に画面全体にシェイプを広げていったら色は黒にしておきます。暗い色ほど動かないのでこれは背景用の奥の部分です。名前を BG という風にしておきましょう。このようにこれからシェイプを作っていきますが 作ったシェイプが見やすいように上に配置した写真の不透明度は下げておいてからこの写真のレイヤーが動かないようにロックをしますそうしたら続いては背景よりも手前にある部分ということで色は黒よりも明るい色を選んでおいてからこの人物の全体をペンツールでなぞっていきましょう後でここはぼかしていきますのでざっくりと適当で構いません このシェイプはボディという風うに名前を付けておいてまたこれは後ろに配置しておきますでは次はこれよりも手前ということで顔全体をペンツールでなぞっていきますこのように奥にあるものから順番に作りますということで顔全体をさっきよりも明るい色でこのように囲んでいきますねそうしたらこのシェイプの名前をフェイスといった感じで付けておいて後ろに配置します 写真を非表示にするとこのように明暗だけでシェイプが配置されますね次は目の部分を作っていきますこの目は骨格的にちょっとくぼんだところにありますので色は先ほどよりも少しだけ暗めにしておきますそうしたらペンツールを使って目の周りをなぞっていきましょう目つぶし目つぶし色は若干顔の色よりも暗くしておいたらこれで OK それでは続いて、この目の部分のシェイプはアイスという風にしておいて、後ろの方へと配置しておきます。今度は最も手前にある部分ということで、おでこの部分をペンツールで囲んでいきます。でこ男爵。ということで、他にも鼻男爵もペンツールで囲みます。あとは他にほっぺ男爵も光が当たっている手前の部分も囲んでいきます。あと、髭男爵の髭も囲んでいきましょう。 そうしたら、これらは一番手前なので、一番明るい色をここで指定してあげましょう。明るい色なので、より動く部分でもあります。ということで、フェイシャルライツという風に打っておいてから、これまた、シェイプの一番上に配置しておきます。さあ、それではこれで一応、明暗さを作ったシェイプがすべて出来上がりました。では、続いては、このシェイプをぼかして、写真と馴染むようにしていきます。 ということで一番上に新規調整レイヤーを作成しておいてからこのレイヤーの名前をブラーとしておきますそしたらこのレイヤーに対してエフェクトプリセットのブラーの中にあるブラーガウスを適用していきましょうそしたらブラーの数値を上げていくことでシェイプのエッジの部分がぼかされていきますので顔の輪郭がわかる程度までぼかしていきましょう そうしたら、この写真のレイヤーは、ロックを外しておいてから、一番上に配置をしておきましょう。そして、これら、ブラーがかかった調整レイヤーと、愉快なシェイプたちを選択しておいて、これらをプリコンポーズしておきましょう。名前はひとまず、ブラードフェイスってな具合にしておきます。そして、この写真の不透明度は元に戻しておきます。ヒゲダンシ そしたら続いてはエフェクトプリセットのところでディスプレイスメントマップなるものを探し出していきましょうディストーションの中に入っています髭男爵にこのディスプレイスメントマップを提供したらこのマップレイヤーのところから先ほど作ったブラーのシェイプを選択することで写真が 3D のように反応しますそしてこの下の Use for Horizontal Disp というのを Luminance つまり軌道に指定しておきますこれは光に反応するという意味です同じように Vertical つまり垂直方向もまたルミナンス軌道のやつに設定しておきますさあそしたら今度はこのディスプレイスメントマップビヘイビアつまり動作の部分ですがストレッチマップ t フィットというのでマップを同一サイズに拡大縮小していきますさあこれで例えばここにある水平方向の歪みを動かしていくと写真が歪んでいく様子がわかります この辺の数値を動かしていくことで立体感を作り出すことができますがあまり動かしすぎてしまうと不自然になります。ということでこの辺も自然に見える程度にキーフレームのアニメーションをオンにしておいて値を動かしていきましょうそしてスケールの数値とかも設定してあげることによって立体感のある演出を作り出すことができます。 ということで、ちょっとしたスライドや写真アニメーションを使いたいときは、今回のような内容を活用してみてはいかがでしょうか。それでは、今回の動画は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を